私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。結婚報告も兼ねて集まって食事がしたいってね。誘われた日はちょうど休みだったから私も参加することにしたんだけど、今日はほんと笑わせてもらったわ、ありがとう。笑わせてもらったっていうか、一方的に笑われてただけなんだけど。だってなるみがバツイチだって言うから笑っちゃったんだもん。まさか離婚してるとはね。しかもシングルマザーって大変そう。まあ長い人生いろんなことがあるからね。いや、ほんと面白いね。人の離婚話がそんなに面白いの？なるみってさ、学生の時は結構何でもそつなくこなすタイプだったじゃん。だから離婚とかしないタイプだと思ってたの。離婚するのにタイプもクソもないでしょ。まあ浮気するようなクソ男を捕まえたっていう意味では私も見る目がなかったってわけだけど。それが本当に面白いの。は？まさか不倫が原因で離婚してるなんてね。なんかかわいそう。ごめんね、今日はきつくなかった？バツイチなのに私の結婚報告なんて嫌な話だったでしょ？そんなことないよ。今日の食事会の時にも伝えたけど、私も今年再婚予定だし。そうだね、頑張って。再婚予定ってちょっと意味わかんないけど。意味ならわかるでしょ。婚姻届を出す日を決めてるから、その日まではって話で。私だったら愛し合ってたらすぐ結婚したいけどな。だからなるみの気持ち私はわかんない、ごめんね。まあそれは私たちの事情だから別にいいけど。バツイチって大変でしょ。バツイチを散々バカにしてきてたけどさ、あなたもバツイチでしょ？そうだよ、バツイチで再婚。私と同じ状況なのに、なんでそんな上から目線で話せるのかが私にはわかんない。だって私も結婚するじゃん。それに子供は産んでないからシングルマザーでもないし、正直シングルマザーって大変そうで惨めでかわいそうで。どこが惨めだっていうの？何がかわいそうだっていうの？え？あなたの狭い世界のことは知らないけど、勝手な憶測で私のことを寂しい惨めなやつにしないでくれる？だってそうでしょ？旦那がいなくなったってことは大変だろうし、慰謝料もらってるから大変じゃないとかそういう話？でも慰謝料って言ってもさほどもらえないんでしょ？お金のことは心配してない。私も自分で働いてるから。ふーん、なんか結構大手で働いてるらしいよね。うん、けど私からしたらかわいそうなの。野良猫がいたらかわいそうだな、家で飼われた方がいいのになとか思うでしょ？その人の幸せはその人にしかわかんないんだよ。家猫になりたい、そっちの方が楽だっていう猫もいれば、逆に自由気ままに外で生きていくのかって子もいる。外で生きていくためにはいろんな危険や食事の心配とかあるかもしれないけど。そうでしょ？だから絶対的に家猫の方が幸せじゃん。それは猫本人に聞いてみないとわからないこと。だから私の幸せはあなたが決めないで、私の幸せは私が決めるの。はいはい、そうやって強がり言ってるから可愛げないんだよ。バツイチで寂しい、悲しい、結婚羨ましいって正直に言えばいいのに。だから寂しくも悲しくもないし。とにかく今日はたくさん笑わせてくれてありがとう。今日はすごくよく眠れそう。笑いすぎてお腹疲れちゃったもん。あなたみたいな人嫌いだわ。なんで？面白がって笑ってるのはあなた一人だけ、周りはドン引き。笑わせてもらったんじゃなくて一方的に笑ってるだけだし、本当に不快。今日はみんなと久しぶりに会えたから我慢したけど、次失礼なことを言ったら私帰るから。そんなこと言わないでよ。私の結婚式来てくれるんでしょ？私の結婚式で泣いてハンカチ噛みしめてキーッとかしないでね。漫画の読みすぎかよ。けどまあ正直な話、自分より不幸そうな人がいるとちょっと嬉しくなるでしょ？ならない。まだ私よりも下がいるんだ、よかったって思うじゃん。マラソン大会の時に自分より後ろがいるって知ったら嬉しくなるのと一緒で。私はマラソン大会の時に後ろの人を気にしたことない。そうなの？マラソンって自分との戦いでしょ。そんな人の目とかを気にして走ってないから。ああなるほどね、ぽいわ。だから周りの目を気にせずにバツイチでも恥ずかしげもなく入れるんだ。バツイチは恥ずかしくもなんともないって言ってるでしょ。それにバツイチが恥ずかしいというのならあなただって同じ立場なんだし。私は再婚するんだから一緒にしないで。婚姻届を出すまでは私と同じ立場じゃない。だから結婚が約束されてる私はあなたとは違うの。
私も今年再婚予定だって言ったはずだけど。もういい。せっかくたくさん笑わせてもらったのに、そんなつまらない話しないで。いい気持ちで眠れそうだったのに嫌な気分になりそう。散々嫌な気分にされたからお互い様だね。とにかく結婚式で恥ずかしいこと言わないでよ。そもそも参加するかどうかまだ答えてないし、参加したとしても結婚式で変な発言なんかするわけないでしょ。バツイチのなるみにドキドキインタビューとかしたとしても変なこと言わないでよ。結婚式でなんでインタビューの時間があるのよ。なるみの発言を聞いて絶対もう離婚しないぞって思いたいから。喧嘩売ってんの？きゃー怖い。じゃあまたね。はあ疲れた。結婚式当日。ねえねえ見てよこのウェディングドレス、めちゃくちゃ綺麗でしょ。このドレスも可愛いし、この化粧も可愛いし、この髪型も可愛い。つまり私が宇宙で一番可愛いってこと。写真を送るのはいいけど、何十枚も送るのやめてくれる？試着した時の写真も送ったの、可愛いでしょ。ああそうだね。こんな可愛いお嫁さんをもらえる旦那さんは本当に幸せ者だよね。私思うもん、私が男だったら自分と結婚したいなって。こんな可愛くて男の気持ちが分かって思いやりがある女なんてそうそういないよ。そうだね。そう思うでしょ。思う思う。なるみには悪いんだけど、ここでサプライズ。何？なんだと思う？予想してみて。ちょっと考えてみてよ。いや別に興味ないし早く言ってよ。サプライズなんだからちょっと考えてよ。いやだから興味ないから。なんか冷たい。あ、わかった。私が再婚するからそんなに冷たいんだ。やっぱり気にしてたんだね。私が再婚して一抜けしちゃうこと。そんなに気にしなくてもいいよ。なるみだって次がある、ある。あなたには何度同じことを言っても頭に入らないみたいだからもういいよ。とにかくサプライズなの。だから何なのよ。言いたいなら早く言って。あのね、あのね。私も暇じゃないの。早くして。なるみには嘘の日付と結婚式場を教えてました、ドッキリ。は？だから、なるみには嘘の日付と結婚式場を教えてたの。明日結婚式に参加しようとしても私はいないよ。だって今日結婚式するんだもん。私参加しないけど。え？不参加で招待状返したはずだよ。なんで？土日は休みなんでしょ？私にも用事があるから。それに前回会った時のあなたの態度を見て思ったの。あなたのような人の結婚式には参加できないってね。本気で言ってんの？どうせ嘘でしょ。今日は全泊でホテルに泊まってるんでしょ。私今楽しく遊んでるの。何これ。ママ友みんなと朝から公園に来て遊んでるから。どうせこれ過去の写真なんでしょ。リアルタイムじゃないくせに負け惜しみを持つ。よく見てみなよ。何を？隣のママさんが持ってるスマホ、今日の日付でしょ。本当に参加するつもりなかったの？うん。なんで？何度も言ったでしょ、理由は。くどい。ちょっと待って、本当に。あなたも結婚式に呼ぶつもりはなかったんだし、何の痛手もないしいいじゃん。そうだけど、私の中ではなんで、どういうことって焦っててもらって、結婚をお祝いするために全泊でホテルに泊まってたのにみたいな。残念だったね。あなたの結婚式には参加する予定はない。それじゃ。ちょっと待ちなさいよ。この際はっきり言わせてもらうけど迷惑。え？私の何が気に食わないのか知らないけど、バカにした発言や嘲笑うかのような態度、めちゃくちゃ不快だし、もうあなたと今後関わるつもりはないから、そのひん曲がった性格直さないと周りから人がいなくなるよ。じゃあね。言うだけ言って逃げないで。こら、おい。ゆりとひまわりとみそらのライン。クズ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 女。どうしたの？やけにルンルンだね。朝からなるみさんの寝癖を見て幸せな気持ちなんです。なるみさんが寝癖って珍しいよね。写真が200枚増えてしまいました。写真見たけど全部同じ写真だったよ。何言ってるんですか。違いますよ。角度とか光の当たり具合とか。いや、ほぼ同じ写真を200枚って気が狂ってんのかと思っちゃった。なんですって？ちょっと誰なの？なるみさんの親友のゆりです。同じく親友のひまわりです。なるみの親友？呼び捨てしないでもらえますか？汚い口で。本当は私だってなるみさんのことを呼び捨てにしたいのに、なるみさんのような高貴な方を呼び捨てにするわけにもいかず、それになるみさんのことを呼び捨てになんて絶対ダメダメ。だって嬉しくて口角が上がって鼻血が出て血圧が上がってしまうもの。ゆりが呼べないせいで私だって呼べないんだからね。前までは恥ずかしかったけど、もう私は呼べる気がする。
ダメですよ。私が呼ばないのにあなたが呼び捨てするなんて許しません。もうめんどくさいの。何か文句がありますか？ございません。わかればよろしい。だから誰なのよあんたたち。さっき説明したのにもう忘れてしまったんですか？頭の中スカスカですね。なるみさんの親友でありママ友です。なんでわざわざ LINE してくるの？私結婚式の準備で忙しいんだけど。簡単に説明すると、ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんのことが好きすぎるあまり、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視。あなたのことも調べ上げているので何でも知っているんですよ。じゃあ私が結婚式だってことは知ってるでしょ。邪魔しないで。私のなるみさんにあれだけ迷惑をかけておいて自分は幸せそうに結婚式ですか。ヘドが出ますね。私のことを監視してるっていうのは結婚式も参加してるの？たくさん見ていいわよ、私が幸せになる様を。すごい自信満々だ。ゆりはなるみさんに迷惑をかけた人を離婚させたり、裏の施設に送って拷問したりで有名なんですよ。私は離婚することなんてないし、幸せになることは決まってるの。あー、実物のゆりを見たことないから舐めてるんだ。結婚してどうぞ。離婚はしないわよ。離婚なんかしなくていいですよ。その男、クズ中のクズなので。え？クズ男なので別にいいですよ。ゆりの調べによると、いろんな女性と関係を持って性病を持ってるみたいですよ。嘘でしょ？本当ですよ。あなたにも映っていると思います。お早めに病院に行くことをおすすめします。その男の浮気癖は治らないのでもう無理です。病気のようなものですから。病気ってマジで？それ以外にも借金があったり、ギャンブルばかりしていたり、ひどいとまではいきませんが軽いモラハラ気質だったり。知ったような口聞かないでよ。そんなことないから。まあ結婚生活を続けていればわかるのでいいですけど。証拠映像と写真も送っておきますね。何よこれ。結婚式前に何を見せてんのよ。あなたはそれでも離れることができないのでしょ。バツ2になりたくないんですものね。散々離婚してきた友達をバカにしたり、なるみさんに迷惑をかけたり、見えばかり張って自慢していたあなたは離婚なんてできるわけありません。それはそうだけど、でもこの男は周りに自信満々に報告したせいでなおさら離婚できなくなっちゃったんですね。自分で自分の首を絞めるなんて。これがあんたたちの仕返しってやつ？大丈夫よ。お金なら私がこれから管理するし、浮気しないようにこれから私が教育を。お仕置きはこれではありません。ん？これはあくまで事実を伝えただけでお仕置きじゃないんですよ。あなたに行うお仕置きは永遠に眠れないお仕置きなんていかがですか？永遠に眠れないお仕置き？あなたのようなクズをたくさん集めて一つ呪いをかけました。寝るたびにあなたは同じ夢を見ます。そこには順番待ちの列が並んでおり、後ろから悲鳴が聞こえます。それと同時にアナウンスも流れるんです。血抜き祭り。そのアナウンスが流れると一番後ろの人が血を抜かれるってことだね。そうです。後ろからは叫び声が聞こえ、またその後はアナウンス、ほじくり祭り。するとまたその次の順番の人が体中をほじくられるってことだね。なんで今のラインだけで概要わかってんのよ。以心伝心ですから。てかこれどっかの怖い話？あなたは寝るたびにその夢を見て順番がどんどん近づいてきます。後ろを振り返ることはできませんが、順番が近づいてくるのはわかりますよ。だって悲鳴が着実に近づいてくるんですから。それってめちゃくちゃ怖いよね。なのであなたは早く目覚めないといけません。ですが目覚めた後また眠りにつくと続きからスタートされます。じゃあできるだけ眠らず、眠ったら早く起きないとってことだね。なんか私そういう怖い話聞いたことあるかも。都市伝説的な。そうですね、もともとは都市伝説の類だったのかもしれません。ですが今は呪いとして存在していますので。なるみさんに迷惑をかけた人が一気にそこに集められるってわけか。ザコザコほよいだね。そうですね、なるみさんにやりすぎてはダメだと言われた人たちを複数人集めたので、順番待ちは結構長いと思いますよ。何歳まで生きられるかは知りませんが頑張ってください。嘘よ、信じない。全部信じないんだから。夢の話も旦那の浮気も何も信じない。信じないんだから。睡眠の妨害って結構ストレスだよね。そうですね、
精神的に来るものがあります。悪魔の笑い声だ。その後、美空さんはそのまま結婚した。でも結婚式が終わった後に旦那さんに詰め寄ったんだって。どうして浮気をするのか、これは本当なのかって。旦那さんはすぐに認めて、いいじゃん、本命はお前だから家に帰ってくるからそれでいいだろって呆れちゃうよね。それから二人は喧嘩の毎日。そしてそのすぐ後に発覚したのが、二人とも性病を患っていたこと。それに結構ひどい状態らしくて、旦那さんの方は夜の行為はもうしばらく無理だとか。その後、事故に遭って下半身が動かなくなったとも言ってたの。美空さんの方は毎日発狂してるんだって。眠りたくない、寝たい、眠りたくない、寝たいって。眠らないように眠気が来ると、いきなり自分の顔をビンタしたり、眠らないようにひたすら数字を数えていたり、周りから見たらドン引き。彼女の順番は一体いつ来るのか知らないけど、結構焦ってる感じだから、順番は着実に進んできてるんだろうね。睡眠って結構大事だから、みんなはちゃんと寝てね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。